こんにちは、マサ46494です。今回は神々の王でブブソニでやっていきたいと思います。一応その理由とかもいろいろあるんだけど、それはやりながら言っていきますということで挑戦する。今回なんて基本的に神々の王はパンドラで言ってたんだけど、なぜブブソニで行こうかなと思ったわけは、まあ、ブブソニで行けんのかなと思って、昨日の夜行ってみたら、普通に行けちゃったんで、あ、じゃあブブソニでええやんっていうことと、あと、ちょっとランクを、とある理由で上げないとって思ってて、ランク上げのために神々のずっと集会しようと思って土日。で、パンドラのフレンドにもやっぱ限りがあって、足りなくなっちゃって、集会してても。他にいないかなと思って探してて、まあ、探してた結果、ブブソニだったらいけんじゃねと思って、行ってみたらいけちゃったんで、ブブソニって行こう、行けばええやんってなったんで、ブブソニでやってます。とりあえず、本当に土日は神々集会する予定なんで、あと、普通に石も使います。その集会のために。その集会のために使う石の個数は一応、土日合わせて5個ぐらいを目安にしてやっていこうと思ってます。んで、だいたいどれぐらいランク上がるんだろうと思ってて、計算してて、1日のスタミナ回復数は288でしょ。288で自然に神々を周回できる288割ることの神々が一周17だから17でやって、で、いくつだったんだっけな ?17 でしょ。だいたい、11周回れる。11周回れて、神々が、13000ぐらい経験値があって、13000かけることの17で、まあ、だいたい、13万。22万ぐらい。22万ぐらいが、あれなんだよ。22万ぐらいが、1日で経験値、神々追加した場合得られて、で、その得られて、多分22万ぐらいで大体、ランクが上がるから、魔法石1個ごとにランクが上がるっていう計算になるから、あと、普通に自然にランク上がるやつもあるから、多分、5個使ったら5上がるはず。大体、5上がって、さらに自然にランクが上がるのもあったら、6、7、7、8ぐらい上がるはず。7、8ぐらい上がるはずで、7、8は、まあ、多分土日で7、8ぐらいランクが上がっていくと思います。それを、まあ、そこそこ続けていこうと思います。なんでそんなランク上げるのって言われると、あれなんですけど、まあ、ちょっと、いろいろ本当に諸事情がありますって、諸事情というか、普通に、ランク勝負というか、本当に近いランクの人があんまいなくて、なんか、40ぐらい離れてるやつとかはいて、ちょっと面白いなと思ってたんだけど、本当に、僅差の、ランクの勝負で、まあ、勝手にやって、俺がやってだけだったと思うんだけど、なんか、本当に近い人というか、その、ランクがどんどん上がってる、方がおらっしゃいまして、その人とね、抜かれるのもあれなので、
あ、じゃあちょっと腰を据えてやりますかっていうことをして、今ね、つくあ、大丈夫か、まあ、こんな感じで空海の顔をしてデビルドラゴンはまあテールでいけて、あと2か、どうしようか、試そうかな。とりあえずあと1の場合は1回受けられるんで、パンドラ使って組んで、その後にソニアのジン使ってリュフのエンハンス、ブブのドロップ強化を使って倒してたんだけど、そのソニアリュフデビルドラゴンのでワンパンできるかどうか今ちょっとやってみたいと思います。ソニアリュフでリュフかリュフ、ここで 2.5 倍エンハーからのルーで泥強を、闇が14個あるから662か662ね。ここで見せると詰むからな、マジで。はい。で、ワンパンできんのかな？あー、闇、落ちちった。あ、いけるね。ただ、66万。あ、いけるのか。いけそうだけど、まあ、一発受けられるんで、わざわざそんなリスクを負う必要はないっていう。はい、ということで、ベルゼブブでの神々の集会は結構楽かな。まあ、まあ、パンドラも普通に楽なんだけど、まあ、パターン化すれば普通にクリアできます。ということで、ランクを、土日でランクどんどん上げていきますよっていうことと、あと、これから上げていきますよっていう話と、あと神々の王のブブーソニーパーティーでの神々の集会、これしますよっていう動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。